やっほー、前髪切りました。どうでしょうか。そうなんです。前髪切りましたので、ちょっと今日は前髪を切って初のメイク動画を撮っていきたいなと思います。ということで早速ビデオスタート。はい、最悪、ニキビニキビって感じで、もう絶不調でございます。本当に最悪なんだけど、もうどうしたらいい。まあまあしょうがないということで、こちらのコスデコの下地を使います。結構最近買ったやつで、もう早くこのニキビをしたいんですけど、最悪ニキビパッチで隠しちゃった方が綺麗に隠れそう。そう、体調も崩しちゃっててさ、ほんとなんかやばいんだけど、この6月から7月にかけてどうしちゃったの私。免疫力弱ってんのかなって言っても、どっちもね、息子からいただいちゃってるやつなんですけど、やっぱ近くにいるから移っちゃうよね。でも重症化はいつもしてなくて、軽症で済んでるんだけど、ちょっと最近体調崩してました。もう今はね、ほんと元気です。なんかピンクとパープルが混ざってるような感じなので、めっちゃなんかパープルの効果が出てるわけでもないし、自然に肌綺麗に見せてくれるようなトーンなので、これも気に入ってます。こちらフィーのクッションファンデーションにします。リキッドも最近買ったんだけど、こっちの方が先に買ってて、これも気に入ってるので使います。カポイリクス結構ありますね。そう、私前髪を切ったので、今こうやってさ、エビちゃんでさ止めてるからあんまり分かんないと思うけど、切っちゃいました。でもちょろげ前髪なので、まあ一応トゥーウェイできるようにはしてるんですけど、そうだから、まあ気分で上げたりとかしちゃえばいつも通りにはなりますが、なんで私さ、夏になると切るわけ、なんでいつもこの一番めんどくさい夏に切るのってなるんですけど、なんか夏って前髪ある方が、なんでだろう、ワンピースとか着るからなのかな、なんか似合うような気がして切っちゃうんですよね。左にして、ほんと私こんな感じで OK です。なんかね、めっちゃツヤっぽくなるわけではないんだけど、肌めっちゃ綺麗に見える、このファンデーション。だいぶこのさ、ニキビもさ、ほらこのファンデだけでも結構隠れてる感じわかるかな。触っててくれてたら嬉しいな、せっかくのニキビだし。ニキビって言わないのか、入れ物か。少し的にそしたらですね、コスデコでちょっとニキビはちょっと大きいので隠したいと思います。これはね、こういうねっちょり系、こういう固形系のコンシーラーの方が隠れるなっていうイメージなので、リキッド系ではなく固形で隠します。はい、こんな感じ。今ちょっとマシになったかな。じゃあセムのコンシーラーで、これが本当に楽なんですよ、このコンシーラー。 Amazon とかでも売ってるので、ぜひぜひチェックしてほしいなと思うんですけど、ジュンジュンジュンってお絵かきする感じで消えるので楽です。で、そしたらこのね、小鼻とかの方はこちらのカテボーさんでします。シーラーだけで3つ使ってるっていう、今日の贅沢ですね。ブラシはアディクションです。それでブラシでなじませて OK。てかさ、前髪を切るとさ、本当に私幼くなるのね。まあ、みんなそうか。みんなそうなのかな。担当してもらってるのが出雲の金木さんなんですけど。若っ。自分で切っといてめっちゃ驚いてた。そう、前髪がね、ないとね、私結構な、ほんと大人フェイスになれるタイプだから、そう、前髪ありなしでだいぶ変わります。なんかパウダーは結構もっぱらこれなの。メイクキープパウダー、これ気に入っちゃってて、結構これしか出てきてないと思うんですけど、最近紹介してから本当に大好きで、ちょっと今日も出かける予定があるので、これで締めておきたいなっていうのがありまして、選んで本当大好き、これ。鼻周りはなんかちゃんとこのパフで押さえた方が、なんとなくこの、なんて言うんだろう、毛穴とかもしっかりピシャッと
固定される感じがして、そう、ほっぺのこことここはね、がっつりしっかり塗ってます。あとは軽く、まあ、ブラシとかでいいかなって感じなんですけど、毛穴があるところとかはバフバフバフってやった方がいいかな。はい、できました。じゃあ眉毛ですね。キャンメイクのミックスアイブロウ V09 で塗ります。眉毛をふわりふわり、でも久々じゃないこのフーミーの眉ブラシ、めっちゃ久々でしょ。ちょっと鳥肌すら立っちゃうんじゃない。久々で塗ってましたが、ちょっと今日は出しちゃいました。すごいね、本当にこれ楽なんです楽なんですよ。アディクションからも同じようなの出てるんですけど、これが一番最初だったはずで、そっからそうそうそう似たようなので出たんじゃないかな。てかさ、ずっと思ったことがあって、フーミーなのかフーミーどっちなんだろうと思って。結構ありません、そういうの。コスメによってさ、シュー上村なのかシュー上村なのかさ、とか、なんかわかりますか、この音の違いあると思うんだけど、どっちでもいいんだけど、わかればさ、なんかどっちの方が正解なんだろうってふと思う。ちょっとエビが邪魔で描けなかったので、ここを出します。こんな感じでございます。ちょっと色味がさ、ピンク混じってるから、なんか優しめな色だと思う。今髪色もちょっと暗くしたので合うかな。でそしたらこれ使います。ロム&のロム&ベターザンアイズの02ドライローズ。これほんと好きで、私の動画に結構出てきてるの実は知ってました何回かご登場されてるんですけど、これ好きです。なんかピンクのアイシャドウでめっちゃ好きって思うのって、トム・フォードの30番のなんだっけ、モンセントローズみたいな、なんか何なんだっけ忘れちゃったそんな感じの名前だったと思うんですけど、それがすごい好きで、あとはシャネルのテンダーも好きなので、プチプラだったらこれが多分一番好きなピンクシャドウです。プチプラじゃなかったっけ、ごめん、ちょっとお値段がわかんないんだけど、これがめっちゃ好き。で次、右側のピンクをちょいとこの二重幅にのせます。そしたらブラウンのカラーをのせていきます。これはね、ラインっぽく、最近跳ね上げばっかしてたんですけど、一旦下げて上げる、昔のやり方これ。そう、最近ずっとずっとだね、ほんと跳ね上げラインばっかしてた。一旦下げてで横にシューみたいな。1個だけラメ入ってるんですけど、そのラメを乗せていく。真ん中だけでいいかな。で、あと広げる感じで。めっちゃ可愛くない？これ大好きなの、これ。たまらんぜ。なんか、なるだけ上乗せるって感じなんだけど。高さを出しておきます。で、下まぶたはウォンジョイの03です。だいたい合うから。だいたい合うから。どんなアイシャドウでも。絶対合うので必需品ですね。いやー、なんか前髪切ってから初のメイクだからさ、ちょっとどんな感じになるのかちょっと自分でもなんでござる。で、涙袋はセザンヌです。これはこれ以外は使ってません。私はずーっと買ってからこれです。はい、でそしたらラインを描くんだけど、キャンメイクの結構もうシャドウでライン描いてるので、この私は目と目離れてるので、ここだけ塗ります。そしたら下まぶたのところにもさっきライン描いたシャドウの色で、この目尻描きます。ちょっと拡張させちゃうよ。黒目のとこだけ、ここだけラインを描きます。さっき塗った目尻のところにかぶせない程度で、これで目元がだいぶはっきりしてくるんですわ。でそうしましたら少し目の下に
ね、3CE のやつつけます。バランス見ながらホロつけていきます。はい、こんな感じでしょうか。で、つけまを貼ってきましたので、今度はレンズシャドウですね。ちょっとここ同じなので飛ばします。アイライトはディオールを使います。あれ、なんか色がピンクっぽくなったよ。どうした、カメラどうしたぞ。で、目の横にも入れます。シュッシュッシュ、ツヤ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 。ここにもさ、ツヤン。チークはこれウォンジョンヨのデイリームードアップパレットトレンチブラウンの、ここのチーク使います。パレットに入ってくれてるのが本当にいいなと思ってるんだけど、このパレットと一緒に使った時にすごいね、合うので、今日のメイクも結構多分合うと思うので、これにして。ちょっと前髪切ったから真ん中寄りでつけていこうかなっていう感じです。リップはアンドビーのヌードルージュを使います。これでベース作ってから、あの他の色を重ねます。で、そしたらこのウォンジョンヨの私が大好きな03を塗っていきます。内側に寄せてぼかしながら塗っていきます。あー、ニキビ嫌だ本当に。こんな感じですかね。出来上がりました。ジディドールで顔はね、ちょっと白くしてる分境目が分からなくなっちゃってるので、しっかりここでキュッと締めていきます。完成です。じゃあ前髪を下ろします。あとちょっとコテをやって丸みを少し作ります。ここにどう？ちょっと前髪切ったから雰囲気、あと髪の色もちょっと暗くしてるので、ちょっと雰囲気変わってればいいなと思うんですけど、少しで結構空気をもたらす感じにします。で、ここは結んでてちょっと跡ついちゃったのでストレートにします。で、毛先は少しあのカールさせる感じにします。で、毛先は少しカール、まあ、何もやらないよりはいいかなと思うので、ちょっとカールします。で、今回ね、エクステを少しこう重めに切ってもらって、まあ、もう地毛もこの長さあるんですよ、余裕で。なんですけど、ちょっと量が毛先に向かって、私量があの少なくなっちゃってるので、エクステで重りを出すように切ってもらいました。もう地毛もね、そう、このエクステの長さまでだから追いついたんですよ。前髪もほんと最後の最後まで悩んでてそしたらあのちょっとだけ切るみたいな、その2ウェイにできるようにするって言うから、じゃあそれにするっつってそれにした。もう一回前髪伸ばしちゃうと踏ん切りがつかないんですよ、本当に。毎回前髪伸ばしちゃうと踏ん切りがなかなかつかなくて、なのでこれがまあ一番私多分扱いやすいし合ってると思うから、これにして正解これにして正解だと思う、私は。この2ウェイタイプ。はい、OK。こんな感じで、今日は、まあ、せっかくなので最初だからストレートでいいかしらやっぱ美容室で前髪切ってもらうのは本当に大事。私だったら多分この辺も切っちゃってるもんね、こっち持ってきて。やってもらうのが大事だと思いました、本当に。はい、ということで今回は、前髪切ってから初のメイクということで、まあ、目はっきりした感じになったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかちょっと自分が一番見慣れてないわけ、毎回言ってるかもしれないけど、ちょっといつもと雰囲気変わってくれてればいいなと思います。で、ちょっと色味を、まあ、夏なんですけど黒くして、で、まあ、色落ちするので、だいたい、まあ、ちょっと今エクステ明るいカラーを少し混ぜてもらってるんですけど、まあ、少しずつ明るくなってくるかなって思うので、そうそうそう、ちょっと最初
暗って思うかもしれないんですけど、徐々に多分私の動画を見ていくと明るくなっていくと思います。はい、はい、ということで、この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。